エピソード5、災難は忘れた頃にやってくる。サッシー、サッシーって言えば、うん、わちっちっちっ、それがユーマ、それがロマン。何？おいおい。やれやれ。依頼は依頼だよ。ほら、キラキラ。
それがユーマ、それがロマン。はい、隊長。あいあいさ。そうだな。うん。よ。そうだな。ああ、今も鮮明に思い出せるよ。俺はその日、倉庫整理の夜勤で港に一人残っていてな。仕事も一段落ついて、タバコを吸おうと外に出たんだ。夜の真っ暗な海は見慣れていたが、その日は少し様子が違った。珍しく霧が出ていた。海の表面に低い霧が立ち込めて、波が異常に静かだった。いつもなら倉庫の中にまで聞こえてくるくらいなのに。おかしいなとは思ったが、ずっと缶詰で倉庫整理をしてた俺はすごく疲れてた。缶コーヒーとタバコを早く味わいたいっていうことで頭がいっぱいだった。だからそれ以上は気にせず、堤防の柵に体を預けてタバコに火をつけた。ああ、今日も仕事を頑張った。そう思って体を伸ばしたその時だ。そいつは急に浮かび上がってきて、そのまま、またすぐに沈んじまった。突然のことで、俺はその場で腰を抜かしてしまったんだ。だって、
真っ黒な海からとんでもない奴が出てきたんだぞ。本当に怖いことが起きた時って声が出ないんだな。俺は恋みたいにただ口をパクパクさせることしかできなかった。その後なんとか倉庫に逃げ込んで朝を待った。次の日出勤してきた奴らにその話をしたら、俺と同じものを見たって奴らが何人かいてな。あれはサッシーだとみんなが言ってたよ。俺も他の奴らも全員、あいつは夜にしか見たことがない。どうやら夜にしか現れねえみてえだ。だから今ここにいても無駄だと思うよ。いらっしゃい。そうだな。行きやがるってんだ。どうすると、はい、お待ち。よろしくな。礼を言う。いただきます。いらっしゃいませ。かしこまりました。うん。おお。そうですね。それはどうでしょう。いただきます。これ美味しい。
いやいや。うん。で、どうする？おお。やれやれ。わっ。うん？銭持ってこいよ、銭。うん。うん？あの人。ちょっと。あのな、で、なんじゃ。そうじゃな。僕は。若いの。
ありがとう。そうか。行くぞ、たぎるの。レイ君、来た来た。所長、見て。まさか。礼を言う。レイ君？やれやれ。所長。うん。急ごう。
所長。うん。黒服？うん。そうだな。礼を言う。静かに。なんだあんたら。なるほどな。
ついてきなさい。私は所長のアミテという。これを見てくれ。わけがわからんぞ。精神の正しき時、大いなる災い、死より目覚めん。うん。待ってくれ。
所長、たとえ化け物がいようと、変なことが起ころうと、サイナ町は私の大切な故郷だ。その故郷で変な奴らが変なことをしようとしているという話を聞いて黙っているわけにはいかない。私はこのサイナ町の探偵なのだから。引き受けよう、その依頼。この天道サイガが。所長！なるほどな。うん。なるほどな。
うん。え？うん。終わったよ。え？もうレイチン。何？おお
バイ。見えます。今だ。あお！やれやれ。うん。リドラ。守備はどうだ？いや、ダメだ。ここにもいない。本当に。わ、この町にいるんだろうな。俺に聞くなよ。上からは。だから。だろ？あの。手間をかけさせやがって。レイ君？そうか。バイ。
うん。なるほどな。これを見てくれ。クズフライ?クズフライは世に災いを呼ぶ神。その信仰は広く世界中にある。土地によって故障も違い、語られる姿も違うが、これを崇拝する者たちが暗黒の時代を作ろうとしているという点では共通している。そしてクズフライ崇拝の本拠地はこのサイナだ。何?邪教は許されぬ信仰だ。普通は人目を忍んで活動するものだが、この地ではこの邪神を祀る社までがあった。今はもうそこには何もないので、その真実を知る者は少ないがな。そんな、しかしなぜこの町なんだ。こう言っちゃなんだが、そんなに特別な土地とは思わない。海だよ。海?そう、この町から見える海に、そこに邪神が眠っている。そう言われているのだ。邪神は眠りながらもこの地に影響を及ぼす。これは災いそのものであり、この世にあるあらゆる災いはクズフライの一部。自然と散らばった災いがこの神の眠る地に集まってくる。あんたも言っていただろう。この町は普通じゃない。他の町とは違うと。確かにここは奇妙なことばかりが起きる町だ。しかしそれがクズなんとかの影響だと言われても、にわかに信じられない話だが。ん?レイ君どうした?さっきからおとなしいな。あ、なんでもないよ。ちょっと考え事をしていたんだ。アミテ所長、話を続けて。わかった。レイ君。私たちの国では昔、どの町や村にも、サイの神というものが祀られていた。これは、外から入ってくる災いから村を守る存在で、必ず一つは祀る石仏や祠があった。ところが、サイナ村にはそれがなかった。外から来る災いから村人を守るものがなかった。その理由は、この村にはクズフライ信仰があったからだ。神からの災いを受け入れる、世界中でたった一つの土地だった。およそ1000年前、サイナ町から見える海は海ではなく陸だったそうだ。そこに大きな社があった。そこにクズフ堂という神が祀られていた。不運に導く存在で不動。しかしその社は土地とともに海に沈んでしまった。その社に邪神クズフライは眠っていたとされており、今も海底で目覚めの時を待っているということだ。不運に導く神。待って、もしかして所長の不運もそのせい。
降りかかっている不運がどれほどのものかは知らないが、もしかしたらそうかもな。私の不運が神の御業によるものだと？そんなバカな話があるか。所長、事務所に帰ろう。なんだ、どうした急に。社長に話したいことがあるんだ。